では、本日は、デザイントって、越田剛さんに、九州 ADC アワードベスト9のことについて、お話を伺っています。ブランディングで受賞された、この、卵の件の、まあ、どういう 作品というかどういう、デザインなのかという説明からいただけますか。はい、ありました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、ブランディングというところで、トータルでしているんですけれども、パッケージですね、パッケージのデザインと、卵自体のパックのデザインが2種類ですね。で、その付随するパンフレット。あとですね、ウェブサイトがあるんですけれども、ちょっと。まあ、すごいとこですね。はい、すごいいいところにある。標高700メートルって書いてましたもんね、パッケージに。はい。はあ、すごい。本当に、阿蘇とか九州とか、あのあたりですね。国立指定公園の中にあるような感じです。はい、で、このサイトが、まず一番初めにサイトを作るという依頼から、ご相談からだったので、一番初めに作ったのはこちらになるんですけど、このような感じで、あら、画像がすみません、追いついてないです。いえいえ。これは写真とかも、全部撮影、まあ撮影というか、越田さんの方で撮られたんですか？はい、カメラマンさん、カメラマンさん、はい、ああ、そのあたりもフォトディレクションとさせていただいてます。オンラインストアは順番的にはパッケージを作った後なので、うん、1年後ぐらいにウェブサイトに追加したものになるんですけど、そうですよね、やっぱ法人というか、まあ、シェフの方とかは探してますもんね、やっぱ美味しい卵を、はい。まあ、比較的その文章とかもですね、短めに、まとめています。基本的には、ヒアリングをする中で一緒に、クライアントさんと考えていき、最終的にライターさんにも入ってもらって、トーンを整えていただいているような感じ。後ほどまたちょっとお話をしますけど、はい、やはり全体的にクライアントさんと僕との間で共通してコンセプトだったり、なんていうんですかね、ルールみたいなものを、一番初めに共有することから始めてますので、お客さんがこう、なんていうんですかね、まあ、間違いない、すごい変なところに行かないような状況でずっと進めることができたプランニングだなと思っております。まず一番初め、ご相談のきっかけなんですけど、32、3歳ぐらいの、方だったんですけども、事業承継ですね、大学代わりを控えたタイミングで、これからのビジョンを整理したいということで、今まで対外的なアピールを積極的に行ってなかったんだけど、最低限必要だし、むしろ、すごい大事にしたいところだと。で、ウェブサイトの制作を軸に全体のブランディングを考えられていたというのが、まず一番初めご相談があったきっかけになっています。で、実際にですね、初回のご相談ということで現地に伺いまして、5時間ぐらいですかね、見学を含めてさせていただきました。で、グリーンファーム九州の、全体の概要であったり、クライアントさんが考えていることっていうことを、まずその場で大まかに整理しまして、現状の把握であったり、あとは業界の把握、まあ、実際差別化、どういったところが他と違うのかというところを詳しく教えていただいて、で、その中で、事業内容、まあ、短期的、中長期的に整理して、持ち帰ったと。で、実際これが、先ほどホームページも見ていただきましたけど、すごいいい環境にあって、うん、で、これ通常、
ケージ買いって言って、はい、こういうふうにこう、はい、並んでる感じなんですけど、綺麗ですよね。これもされ、あ、そう、これ、しかも、うん、これが10列ぐらいあって、めちゃくちゃ大きいんですけど、はい、まあ、これは、なんていうんですかね、ここの特徴の一つでしかなくて、うんうん、メインになる特徴は、こっちの平台と言われる、この土の上ですね、うんうん、実際に。で、こっちの方がメインで、結構な規模でされてるという意味では珍しいというところです。うん、で、ここをもう一つ珍しいのは、ひよこ、養鶏場は一般的には、ひなの状態から、ちょっと育った状態で、養鶏場に送られてきて、で、そこから育てて、パターンが結構多いらしいんですけど、ここはもう、ひよこ自体、育てるところから始めると、一貫してやってきたところです。で、ヒアリングと、キーワードを、これ一回実際に持ち帰りまして、提案書のような形で、お見積もりと一緒に実際に、提出したものの一部になるんですけど、ちょっとざっくりいくと、概要と、ブランディングを通じて成したいこと、まあ、目的と、グリーンファームの姿勢とか定義っていうものを、まあ、僕が感じたところも含めて、と撮影のシチュエーション、フォトディレクションですね。と、あとはウェブサイトを作るということだったので、実際の他社さんのウェブサイトの事例を一言コメントをつけて。で、ここでは、まあ、ヒアリングする中ですごくその、ちょっと特殊だったのがビジネス寄りではなく、うん、重いとかそういったことを大事にしたいということだったので、まあ、ウェブサイトも実際こうなってはいけないよっていうビジネスのウェブサイトと思いに寄せたウェブサイトと分けて参考までに出しているといった感じです。で、実際ですね、ブランディングを通じて成したいことを目的、短期的と中長期的と分けて提案させていただいたんですけど、一つ短期的なものの一つ目として情報公開発信というのがあります。今まで全くやってこなかったというのがありまして、ただ、まあ、要するに現状を言うとグリーンコープさん、大きな組織が主な、まあ、90% のお客というか、まあ、安定している状況の中で、今までやってきたと。ただ、事業承継代替わりのタイミングでさらにやれることはやっていきたいということで、で、自らもちゃんと情報公開とか発信をしていこうということで、歴史や思いを形にして自分たちの物語、考え方を知っていただきたいというのと、安心安全のためのこだわりを見て納得してもらいたい、つまり顧客の自己肯定感につなげたいというところで、ウェブサイトを作るというのが一つあります。で、同時に、社内ですね、みんなモチベーションのアップ、ここで働いているという誇りを持っていただきたいと。で、もう一つ大きな目的としては、販路拡大。これは B2B です。料理人であったり、ホテル、そういったところ、そういった素材へのこだわりが強い方ですね。そういったところへの B2B の新規開拓。この3つが、ウェブサイトを通じての、ブランディングと目的になります。で、ウェブサイト以降ですね、特にやっていきたいと言われていたのが、B2C の販路の拡大です。オーガニック志向、健康志向、男女問わず安全性に共感してくれる方の新規開拓というところ。まず、あとは、九十っていうところに、そこまでその目立ったお土産とか、そういったものがなかったりするので、贈答用、そういったものの、お中堅の成功シーズン中心に強化したいという意図もあって、B2C 向けのパッケージとかそういったものを作りたいということでした。で、人材の確保、思いや仕事の姿勢を公開することで、この仕事のグリーンファーム基準の良さを、理解した上でやりがいを持って働きたい人材の募集につなげたいというところでした。で、あとはビジュアルの刷新、印象に統一。今までも、
B2B、B2C 向けのパッケージはあるにはあったんですけれども、まあ、ずっと昔のものを使っている状態でしたので、Web の新しい Web に合わせてパッケージも、刷新すると。で、Web 高原育ちという、パッケージの商品なんですけども、それの有精卵バージョン。有精卵というのが、平飼いの、土の上で育った方ですね。それの新ブランドのパッケージも合わせて作りたい。まあ、パッケージというか商品自体ですね、を作りたいということでした。実際に、今のものと、お見積もりを出してゴーサインをいただきましたので、まあ、メールを中心にやり取りをしていきながら、サイトマップを起こしました。で、先ほど見ていただいたウェブサイトができました。実際にウェブサイトができてから、次のパッケージの方に移っていくんですけど、ウェブサイトができて結構すぐに、目標としていた B2B の新規の開拓っていったところと、あと、まあ、中長期的に目標にしていたところではあったんですけど、求人の方、この2つをウェブサイトを通じて結構早々に実際に効果が出たっていうところがありまして、すごくクランさん喜んでいただけまして、あとあれですね、ウェブサイト作って公開することで、催事ですね、デパートとか、高島屋とか、伊勢丹とかですね、そういったところの催事にも呼ばれるようになったということで、まあ、認知広くしていただけるために役立ったということで、よかったなと思っております。で、実際今度パッケージ B2C の方なんですけれども、まあ、いろいろやっぱりこうメールを通してヒアリングをしていく中で、いろんなやり取りをして、こちらでそれをまとめて、最終的にどういったポジショニングのパッケージにするかっていうのをこう決めていって、まあ、作る段階でズレがないように進めていっております。で、最終的に出来上がったパッケージが先ほど見ていただきました、このようなパッケージになるんですけれども、ウェブもそうですし、パッケージもそうなんですけど、大事にしていたところっていうのは、もうグリーンファーム苦渋らしさっていうところで、もう本当実直さと、丁寧な仕事と、あとは自然環境、空気感ですね。そういったところが、そのまま伝わるといいなっていうところを、大事にしていました。あとは、全てを刷新していくというよりは、残すものは残していき、ちゃんと伝統的に守っていくものは守っていこうと。そういったところもお話をしながら進めていきまして、例えば、その九十高原育ちっていう、もともとの、商品名が、商品についてたんですけど、それの新商品を作るときも、名前を新しくせずに、九十高原育ちという、九十というところはひらがなに直して読み、誰でも読めるようにはしてるんですけど、まあ、そういった提案を逆にクライアントさんの方から、そのようにしたいっていう希望が上がってくる。なので、そういった意味で、こう、ちゃんと自社のところ、どうあるべきかってちゃんと理解が共通で認識できていて、ビジュアルは最終的にはこのような形になってるんですけど、実際、パッケージのこの箱の分ですね、と、卵のパックの分がデザインが全く違うものになっているんですね。で、もともとは、パッケージよりもパックの先にデザインしていて、この楕円形の緑の、グラデーションがあるような形で、箱の方も進めたかったんですけど、コスト的にやっぱりカラーを使うとだいぶ高くなってしまうっていうのもありまして、これは一色釣りでどうにかできないかっていうところも、お話上がりまして、いろいろこう、九十のこう空気感とか雰囲気、そういったものを伝えたかったので、
まあですね、あの地域のお土産とか贈答品っていうところも意図がありましたので、それであのやはり夜空きれいだよねということで、このような形になりました。で実際この結構細かいんですけど、どれぐらいまであの白抜きが潰れずにいけますかっていうのを、まあ、あの確認をしたりとかして、でギリギリのところのサイズで作ってる感じです。こだわっているところは、そういった点と、あとウェブサイトに関しては、英語表記があるんですけど、全ページに対して英語表記がありまして、で、それが Google 翻訳とかではなくて、ちゃんとすべてネイティブなもので書いてます。これは半分は、ここのご担当者の方がある程度英語ができるっていうのもあって、海外との交流もあるということで、そういう意図もあるんですけど、まあ、最終的には、その B2B に関して、結構料理長が外国の方が多かったりとか、そういったことも実態としてあるということで、その辺も手を抜くことなくされていると、まあそういうところに手を抜かないところも、ここ の, あの企業理念らしいなと。僕は感心してたんですけれども、はい、越田さんが、まあ、例えばされるボリュームがすごいじゃないですか、リサーチから含めてこう、はいはいはい、今の提案まで含めてっていう時に、はい、で、まあ言ったらこれでウェブ作ってもろもろっていうとそれなりのこう制作費になんかなりそうな感じがして、はい、でまあその卵がっていう言い方ではないんですけど、まあ、例えばその不動産とかに比べると、はい、じゃあそんなにこうねお金がものすごく儲かる商売なのかと言われると、うん、っていう中でやはりそれなりの予算をこう提示していくのをこうどのようにバランスを取ったのかなというのは、はい、ちょっと興味のある範囲だったんですけど、そこは僕もすごい初めに思っていたので、うん、大事にしたところとしては、まずは、お金を投資するっていう、ことを、どういうふうに考えているかっていうヒアリングは初回の時にやはりさせていただいて、でそこで、まあ、あの思っていたより理解がもうすでにあったというところでしたので、僕から具体的に提示させていただいたのは、補助金とかも一応使えますよっていうことで、その時、使えそうな補助金を2つ、見積書には一緒に付けさせてもらってたりはします。なんですけど、やっぱり、ブランディングをしていくっていうところで、ステップを踏んで、分けるような形で、やっていくことで、まあ、ちょっと、その、まあ、1年で全部やってしまうのではなくて、2年分の予算を組むような形にすれば分散できますねという形を取っているので、一番初め の, その初年度の分はウェブサイトの分とクリエイティブディレクションの分の料金をいただいていて、2年目以降がパッケージのデザインとかパンフレットの部分と、あとはオンラインショップですね、2年目でもらうという感じでしてます。なので、金額は合計すると多分200万ぐらいいってるんですけど、うん、まあ、こう、一気にやらないっていうところは一つあったのかなと思ってます。まあ、会社の成長と、まあ、その、はい、このブランドの成長に合わせてっていうところを、ちょっと、まあ、一緒にこう歩みをこうやるような感じ、進めていくような感じなんですね。はい、そうですね。そういうお話をしながらちょっと別でお話をすると、でも僕のゴールはブランディングじゃないんだよって話をなんかしてたところにちょっと矛盾を感じるんですけど、そこら辺ってなんか聞きたいなと。はい、はい、これはもう僕 の, あの仕事の価値観なんですけど、うんうん、仕事をしてきてあるものに対して広報していったり、あるものに対して整理をすることで、見た目を整えていく、うんうん、でそれで一旦仕事おしまいっていうところが、どうしてもなんかこうデザイナーをやっている上でちょっと寂しいというか、もっと
お客さんのためにできるんじゃないかなと、そういうふうに思うようになったのが、ブランディングをゴールにしないっていうところがの言葉につながってるんですけど、ここ5年ぐらい前から、デザイン経営っていう、考え方とか言葉が出てきて、あとデザイン思考か、5年ぐらい前だとデザイン思考かな、それをきっかけで、具体的に僕自身の仕事も変わってきたんですけど、デザイン自体を、プロモーションのためだけに、ブランディングとか、まあ、見た目なり印象を整えるためだけに使うんではなくて、サービス自体であったり、販路とかターゲットとか、そういったものの事業自体、進め方自体に対してもデザインの考え方は使えるなっていうところで、お客さんには、もう本当にそこも含めて一緒にやりましょうっていうふうに言ってます。なので、入り口が、ウェブデザインだったり、ロゴデザインだったり、いろいろあるんですけど、できるだけ、まあ、ビジョンを確認、共有して、その上で今やってる事業を見て、まあ、最低限でも最適化をするという。で、場合によっては事業自体に少し手を加えていくっていうことをですね、やっています。で、それって、僕の考え方として、新等価、新市場か、新サービスか、多角化かっていう4つがありまして、ターゲットと、商品サービスっていうものを、既存か新規かっていうところで分けて考えているんですけど、1番が市場もサービス商品自体も既存のもの、それは、既存客への既存商品への浸透ということで、まあ、俗に言うそのよくデザイナーさんが一般的にあるプロモーションが、まあ、ここに当てはまるのかなというふうに思っています。で、2番は市場が、ターゲットですね、が新しい新規の層 で商品とかサービス自体はそのままと、これは、例えば今まで、リアルでやっていたことをオンライン上でやるとか、B2B 向けにやっていたことを B2C 向けにやる、まあ、そういった時に、商品サービス自体をそのまま転換できるか、広告の方法をそのままできるかっていうとなかなかできないので、まあ、そういったところを最適化していくっていうのが、2番です。で、3番は逆に、市場とか対象ターゲットは既存のお客さんなんだけど、サービス自体を新しく、新規で、まあ、商品です。商品開発をしていくといったものになります。で、4番が、市場、対象、ターゲットですね。ターゲットもサービス商品もどっちも新規と。全く違うことをこれまでやっていなかったこと。でも、それをやるためのベースがあるよねっていう。まあ、そういったものが、たどり着ければ、そういったふうに高くか。で、新事業を開発一緒にしていくといったところ。まあ、実際僕、現時点ではまだ高くかっていうところまでは、実績はないんですけれども。まあ、今後はそういったところも含めてやっていけたらいいなと思っています。本当こう ここまでの、まあ、途中に出されてた企画書もそうなんですけど、はい、まさに何だろう、ちょっとパッとデザインしてよみたいな感じで、ちょっと見積もりちょうだいよみたいな感じでもう対応ができないって言ったらおかしいですけど、なんか本当にちゃんと向き合う人としかやっぱりこう、ね、仕事ができないって言ったらおかしいんですけど、そういう向き合い方をができるクライアントさんを選ばれてるのかなと思うくらいしっかりされてるんですけど、そこでのこう圧力みたいなんてあったりしないんですか？そうですね、でも実際仕事はちょっと工夫してることがあるとすると、入り口をすごい狭めてるんです。ホームページにお問い合わせがなくて、そうですね。いろいろ調べないと、たどり着けないというか、あとは、なんだっけな、作品自体の、一応ホームページからはピンタレストに飛ばしていて、はい、ピンタレストに特に作品の説明とかもなくて、成果物だけがバーって載ってるんですけど、ピンタレストもピンタレスト登録してる、ログインしてるような人じゃないと、ちゃんと見れなかったりするので、要はそういったところに意識がある人
をそこでちょっと絞ってたりはして、で基本的には口コミであったり、なんだろうな、講演とか、うん、そのいろんな活動を通じて知り合った人とか、あと行政絡みもそうなんですけど、そういったところを経由で、まあ、熱量の高いお客さんっていうところに、絞ってるっていうのは実際にあります。いや、あのウェブも拝見したときに、はい、でもこうシンプルなんだけど、あ、はい、ちゃんとデザイン経営っていうのが入ってて、まあ、デザイン経営に興味があって、まあ、それこそその土地的にね、デザイン経営興味があるから北海道の人に頼もうっていう人もまあいないわけじゃないけど少ないでしょうから、やっぱそのローカル性とデザイン経営っていう時にこうお名前が出るような感じのこうウェブの作りをシンプルながらされてるところにものすごく戦略家なんじゃないかなと思ってたんですそのピンタレストも含めてですねそうね、まあ、あの自分もあのちゃんとやる時間がないしのも半分あるんですけどいやいや、いいと思いますまあこれですね、さっき言われてた、ああそうですね、はい、どうしてもやっぱこれまでのデザイナーの仕事の仕方伝えるっていうのが、うん、クライアントさんから仕事を依頼を受けて、でその仕事が終わったらまた別のクライアントさんの仕事を受けてっていう、こう取って食って終わるっていうところがどうしてもあるので、それではなくてもっとデザイナーも事業自体に関わっていくことができれば、まあ、その運営とか、僕の場合はウェブが結構得意だったりするので、ウェブ自体の運営だったり、SNS 広告の運営とか、解析とか、そういったもののブラッシュアップで、まあ、継続的にですね、関わっていき、でお客さんがそれによって、今日一緒に考え出した事業によって、利益を得ているので、その分は、こちらもいただくと、まあ、そうすることで、デザイナーもこう継続的に、関わっていてもちゃんと損をせずにやっていけるっていう仕組みができればいいなと思っています。なので一緒に良いものを生み出して、消費者ですね、ユーザーもクライアントもデザイナーもみんなが満足できる働き方ができるようになるのが、まあ、理想的だなというふうに思っております。ありがとうございます。いや、まさにそのブランディング、まあ、がゴールじゃないと言われながら、こうブランディングで今回受賞されててで、プレゼンはね当然お伺いしてたんですけど、まさに今日本当にしっかりお話を聞いてよかったなと思うのは、あのこういう言い方をするとちょっと喧嘩を、まあ、あの気に入らない人もいるかもしれないんですけど、なんだろう、家を建てて表札だけ作って表札パッてかけただけで僕ブランディングやったんだよねっていうデザインをが僕はちょっとどうかなとやっぱり思うところはすごく合ってる方なので、やはりそういう中でこう本当に真摯にでもロジカルなんだけどきちんとこうデザイナーならではの発想のジャンプがあって、いや本当なんかこうね、あの越田さんにお仕事頼んだクライアントさん幸せだろうなというようなお話で本当に今日お話をしっかり聞けて楽しかったです。ありがとうございます。で、あの、まあ、一応ちょっと最後になんですけど、はい、あの比較的若い方が、まあ、今回対象なんですよね、うん、まあ、今後だから今までのと違う、なんだろう、アートディレクターにこれからなろうと思っている方たちに、はい、まあ、今までのように言ってたらおかしいですけど、なんか広告何か大きいの作って有名になったよみたいな、ね、ルートがなかなかちょっとなくなってくる中で、やっぱりこうどういうふうな働き方をしてほしいとか、なんかアドバイス的なものをいただいてちょっと最後にしたいと思うんですけど、うん、そうですね、はい、やっぱりあの、まあ、初めはあのいろいろ大変だと思うんで、まあ、社内であったりフリーにしてもそうなんですけど、着実にあの目の前のことをやっていただけたらと思うんですけど、ある程度スキルがついてきたら、やはり僕はその、あの、アートディレクションのもう一歩手前ですね。僕はそれをクリエイティブディレクションっていう、あの、領域だと思ってるんですけど、やはりそのプロジェクト自体を、考えていく、最適化していくための、自分の中の武器ってのを、
作るといいのかなと思っていまして、でそれが、一つはその整理をする力っていうのが、デザイナーにはもともとあると思うので、ヒアリング聞く力とそれをまとめる力で、そこにプラスで、それらを自分の中で聞いて整理した上で、事業自体をより良くするための提案ができるようになる、ここが、今後、まあできるようになるとより強いのかなと思います。あとは、これはいいアドバイスになるかわからないですけど、やはりブランディングして、その後相手がどうなったかよく分からない状態になっているっていうのは、気持ちいいものではないので、できる限り、広告の、運用のお手伝いとか、ちゃんと実際に軌道に乗るまでのお手伝いを、できるように、なるのがいいかなとは思っています。これは具体的には、Google 広告や、SNS 広告、YouTube 広告とかいろいろあるんですけど、それらの、ツールを使えるようになることと、実際アナリティクスや、それぞれの解析ツールを使って解析ができるようになる。で、解析をしたら何ができるようになるかっていうと、次の、広告、より精度の高い、より、目的を達成するための、効果のある広告物がプロモーションができるようになるので、そうやってつなげていって、で最終的に、軌道に乗せる。そこまでできるようになるといいかなというふうには思います。若い方に向けてのメッセージとして正しくなるんですか？いやいやいや、いいと思います。もうまさに未来まで作って予想するという、ね、デザイナーだからできる未来を見据える力と、うん、それをこう形にして具現化して提案できる力っていうのをもうお持ちの越田さんのお仕事も大変勉強になりました。今日ありがとうございました。とんでもないです。